はい、皆さんおはようございます、今年最後の釣り朝納めですね、城ヶ島にやってきました。この場所は4畳半一帯のこの一番左のとこですね。こんな場所です。で今仲間がこう竿を出してるんですけどね、そのコマセにサヨリが結構湧いてますね。まあ、今日もちょっとサヨリで苦戦するかもわからないですけども、まあ、頑張ってやってみたいと思います。ではよろしくお願いします。はい、スタートの仕掛けです。針がグレバリの5号、2号のハリスをミヒロ取ってて、直結してます。そしてその中に浮きを入れて、今浮きと針の間は1ヒロちょっとないぐらいですね。おそらく1メートルぐらいだと思います。当たった。あれはサヨリっぽいな。あ、サヨリだ。あ、やっぱりサヨリでした。ちょっと大きくなってるんじゃないのこれ。サヨリですね。相手がサヨリなんで沖の方を狙ってもあまり変わらないと思うんですよね。釣りやすいとこ重点的に狙ってみましょう。マジか。入れ食いだ。入れ食いになっちゃって棚を深くしたからといってどうなるわけでもなさそうですもんね。見えてこないな。何も見えない。じゃあサヨリじゃないやつ来ましたよ。これサヨリじゃないですね。何これ。これ誰ですか。お、メジナだ。よしよし、来た来た来た。やったよ。そんなには、まあ、30センチはありそうですね。よし、持って帰ろう。はい、33センチですね。33センチ。とりあえず浅い棚までメジナが浮いてくるのは分かったので、コマセをボコボコ巻いて浮いてくるのを待つしかないですね。よし、いい感じだけどな。あの辺りはサヨリではなさそう。よし、よし、来たよ。ああ、メジナだ。コッパだけど、ね、このサイズも元気ですね。サヨリはやっぱり横に走ったりこう斜めに走ったりしますけど、メジナはしっかりと下の方に入っていくので分かりやすいですけどね。当たりはサヨリだ。あれはいけそうな気がする、うん、あれはサヨリじゃないような気がするけどな。よし、うん、メジナだ。メジナっしょ。サイズアップしたかも。お、35ある。ほら35センチ。
お、いけるんじゃないか。あれ、サヨリの層突破したらいけるのかな。サヨリ来た。サヨリが食った。絶対サヨリ。ほら。下の方までいるんだ、これ。すげえな。いや、とりあえず早い時間にメジナが釣れてよかったです。コマセも前半戦終わって早々と残り半分作りましたね。サヨリ、すればいいですかこれ。よっしゃ、メジナだ。30はあるっしょ。32センチですね。はい、こんな感じです。映ってんのかな。まあちょっとこう足元に少しさらしができてるんでですね、まあ、それも条件的にはいいですね。まあ、小さいさらしですけどね。あれ、サヨリはいない。サヨリがいないのは嬉しい。あ、フグはいるけどね。フグいるな。ちょっとこれフグでしょ、絶対。大丈夫かな、ここに位置。これで当たれば。フグかメジナ。メジナか、メジナでしょ。ちょっと強いんじゃないのこれ。ちょっとベールが戻せない、ベールが戻せない。よし、もっか、行きましょう。パン抜けた。メジナだよ絶対。今緩めた瞬間ですよ。針外れだもん。そんな思ったより大きくないな。飲み込んでるから持って帰りましょう。これはちょっと小さい。これぐらい、これぐらいです。見えるかな。行けそう、行けそう。
サヨリの層は突破したっぽいですね。いけるでしょ。いたか、いけるか、いけいけ。入れ、いけるか、いけるか。よっしゃ、ネジナだ。サイズが小さくなってるような気もしますけどね。まあいいよね、メジナ釣れてるんだから。あ、ダメだ、サヨリだ。あの辺まで出ちゃうとサヨリが食いますね。これはサヨリっぽいか。サヨリだなこれ。お、なんだ、これサヨリじゃない。なんかサヨリじゃないけど青物っぽい。ジョーさん、なんか青物っぽいの来ましたよ。あ、ボラだ。ボラ。ボラ。なんだ青物っぽいとか言って。いや、ちょっと強いよボラ。ちょっと。よし、ボラもいいよ。あれ、ボラよね。よ、これ見てよこれ、強いっすね。ボラか、これ本当に。なんかボラじゃないような気がしてよ、これむっちゃ強いっすね。あ、抜けた。え、何これ、高切れした、高切れ。やばいやばい、指回収しなきゃ。まあメジナでは 100% なかったですけどね。一人パレプルには自信があるんですけどね。仕掛けを少し変えました。ハリス2号1ヒロ半グレバリの5号、浮きが005、パワーノットサルカンってやつですね。波気が出てきたかな。多少波気があった方がいいな。で、この際に落とす作戦は今まで通りです。あ、下に何か見えるか。あ、なんかフグも見えてるけど、フグよりさらに下に何か見える。サヨリじゃないっぽいやついましたけどね。 何かは分からないですけど、あれがメジナなのかな。よし、入れ。よし、入ってた、入ってた。よし、これはサヨリの当たりじゃないですね。よし、来た。このサイズが一番多いですね。30センチぐらい。まあ20、30ぐらいですね。
当たってくれば最悪ではないと思うんですけどね。あれ、おお、メジナだ。メジナっぽいですね。メジナでしょ。メジナか。よし、おお、メジナだよね。30ぐらいですね。ジュンタの7号ハリスに行ってみます。ハイドしか見えない。ハイドだな。ハイドっぽい、この高い方が案の定食ったのが、めっかい配合。なるほど、配合っす。うわ、めっかいっすよ、これ配合。ちょっと振り上げよう。振り上がるかな。うわ、あ、抜けた。抜けた。今、ちょうど満潮時刻ですね。からちょっと下げに入ってどうなるか。あ、今日休みながらやってるんで、夕まじめはなんとか迎えられそうですね。小マセが持つそうです。下げた、下げでした。すごいね、本当さよりは。あれはいけそうだけどな。めちゃくちゃ濃い。アイゴっぽいよね。アイゴだな。最後も全部釣ってやるぜ。ほら、はい、最後、はい、さよ。多分メジナですね。よっしゃ、あった。強いやつ来た。強いですね、結構ね。アイゴかな。アイゴっぽくなってきた。お、メジナだ。アイゴじゃないですね。ジョージさん来たよ。アイゴやっぱり多いですね。しかもでっかい、こいつ丸々してる。でっかいっしょこれ。持って帰ろうかな、アイゴ。久しぶりにアイゴ食べようかな。美味しそうですよ。アイゴ持ち帰り必ずこういった魚をバサミですね、魚を挟む道具を用意してですね、はい、まずヒレを切る前に必ず締めてあげる。必ずこう締めてあげてくださいね、バッチリと。そしたらこれですね、あのトゲ切りバサミで、でここから今トゲがスタートしているように見えるんですけど、ここにちゃんとありますから、もう一本ほら見えますね。これも必ず切り落とす。
て、でこの切り落とした時は絶対にその辺に捨てたりしないで、必ず海に返します。危ないですからね、これ死んでも毒あるんで。で腹骨です。腹骨、あ、腹骨じゃないや、腹びれ、これも取ります。でこれで今全部この横、この横とこれ尻尾には毒ないのでこのままで大丈夫なんですけどね。でここからここから、ごめんなさい、血だらけになっちゃったけど、ここにあの肛門があるので、こう肛門からこの胸びれの横を沿ってこう行くような感じ。そしてこの背中付近まで入れる。さ、反対も同じですね。抵抗して入れていく。胸びれに沿って入れていく。そしたらこの中骨、太いのがありますから、この中骨太いのはバチッと切断すると頭が内臓としてこうやって出てくるので、これでとりあえず一旦 OK ですね、この状態。はい、そしたら浮き袋をまずハサミで切って、その下にこう血合いがあるので、血合いのとこまでしっかりこうハサミを入れてね、こんな状態ですね。これで海水で洗って終わりです。この血合いのとこもできるだけきれいに洗う。まあこんなもんですかね。これぐらいきれいにしておけばもう大丈夫だと思います。身がもう出てる状態なので、直接こう海水につけない方がいいです、できれば。でこういう袋があれば、もう袋の中にできるだけこう空気とか入らないようにした方がいいかもわからないですね。空気をできるだけ抜いて、ぐるぐるぐる。もう縛るときはこう、もう肩結びでぐっと縛っちゃえばいいですから。この状態でクーラーボックス入れると、あのさらに美味しく食べれると思います。あるかないかぐらいのこのサイズ、まあ30ないですよね、27とか。これは逃がしてやろう。ダメだ、さらしの勢いが強すぎると重りを打って強引に沈めます。もうほぼズボズリですけどね、B 打ちますよ、 B。 よし、痛い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 、うまくわ、うわ、ネジナだ。小さいけど、小さいけど、これお長ネジナです。重り外します。小さすぎますね。これはリリースします。少し仕掛けを変えました。
ハリがグレバリの6号、ハリス2号を一ヒロ半ですね、浮きはゼロシブ、ギッキ桜のゼロシブっていう企画なんで、まあ、0号と00号の間ぐらいですね。そして誘導は約一ヒロないぐらい、1メートルぐらいです。やっぱね、いけるか、乗るか、よし、やった。どうかな。あ、メジナだ、茶色いメジナ。うわ、よいしょ。30はないですね。20、29センチ。一旦誘導なくします。一ヒロ半の固定ですね。よっしゃ、いい当たり。あ、サイズはあれだけど、メジナはめちゃめちゃ元気ですね。もうこのサイズはリリースしましょうね。さすがにもう少し大きくなってから、はい、ありがとう。ああ、叩いてる、叩いてるよな。お、すごい、メジの音。おお、振り上がる、振り上がる、よいしょ。おお、綺麗なメジなんですけどね。まあ、メジナだけど軽いね。いいな、もうこのサイズがサイズアップしないですね。ほら、